さあ何の3曲。サルカーのレンちゃんが止まらない。5万点に乗りましたよ。めちゃくちゃいい手ですよ。え、発案小赤ウーソー一メンツドラ1枚吹いてるな。吹いてますね。これ吹いてるな。アサミでもこれ本一ありますか。そうですね、本一見てますね。はい、仕掛けて本一になればマンガンが風が吹いてない時ってそういうもんですよね。これでもうなくなりましたもんね。そうだ、アサミのスープもないっすもん。ないんですよ。これが風ですか。あ、でもあ、違うルートがある、はい、もうチーピンが1枚しかない。ここで3ピンでもポンしてね。でも結局スッチーピンになるじゃないですか。でそのチーピンが1枚しかないですよ。なるほど、はい、3ピンポン何ポンだと思うんですけど、スッチーピンがもうないんですよ。すでに3ピンポン の延べたん、全部ポンですね。全部ポンです。しますか。点数変わんないですよ。いや、わかんないです。馬強、馬強とね、その時の枚数によっては。そうね、うん、ドラですよ、ドラ重なりましたよ。サルカーがもう赤嘘切ってますよ、ペン酸素の布石で。いや、やってますね。やってます。これはやってますね。いや、怖っ。この捨て牌、この点数状況されたら、はい、絶対にブラフってことないんで、うん、そうですね、相当怖いですね。本物ですよね。何かしらの本物。絶対に本物。いいし、もういいちゃん点に見えますね。見えますか。いいちゃん点に見えますね。ただ手役がちょっと絞りにくくて、はい、そこが難しいですよね。これサルカー泣くんですか。リャンマン酸素。いや、どうかな。打点が、いや、泣かない気がしますね。2900。泣かない気がしますね。だったらもう9ピン引いてチーピン切ってね、3色なくてもちゃんとつけたいですよね。はい。リーズも初ちゃんと浦さんみたいな。うん。浦さん。浦、ね、もちろん風が吹いてますから、はい。常にやっぱ浦さんを考えますよ。そうですね。当たり前ですよ。さあ、ペーポンから。これ、おたかぜですね。はい。これでどうするか。リャンソーですかね。急走も一切れか。急走一切れ、リャンソー一切れ。今通ったからローンは絶対されない。急走、急走。ああ、関数マン残さない。布石打ってますよ。2枚切れですね、数マン。いや、でもここはイーシャンテ の形を広くしませんでした。サルカは、お母さんはもう結構守備の思考が増えてる気がしますね。ドラが1枚浮いてますからね、はい、仕掛けも入って、あの捨て牌で浅見がで、サルカーさんがね、はい、あの捨て牌なんで、うん、サンマンもつもぎる。おお、もうカンリャンマンとカンペン酸素で勝負と。リャンマンがアンコられた。リャンマンゼロですね。リャンマンゼロになりましたね、はい。伊達がチャンスか。大急走。何やってるんじゃいって感じですよね、周りから見たら。ブラフではないだろうけど、はい、じゃあ何なのと。じゃあ何なのと。注目浴びてますよ、サルカさんが。アサミさんはどうですか。浅見さんはね、おたかぜで、はい、なんかドラが吐くで、この切り出しなんで、はい、なんかドラはね、統一で持ってない可能性が高いって思ってるんじゃないかな。おドラが統一だと、はい、やっぱそこを泣けた時とか、アンコになった時に、やっぱ普通 のメンツで、うん、あの8000点とか上がりたいんで、はい、ドラ統一の途中で重なったケースあるんですけど、最初からは持ってなさそうだなと、ちょっと切りやすいですね。アサミもね、これチーピン、この両面がすっ、おわー、アンコって闇手あるな。リーチ。リーチか。トップ狙ってますね。山に2枚で、ただ猿川さんのパーソーが1枚。ポツリ。ワンチャンスですね。ワンチャンスではある。テンパしたら危ないんじゃないですか、チーも。チーもするんじゃないですか。両面引かないんですよね。ペン酸素はペン酸素を引かないと出る。3山 ?2 山だ。二山ですね。ペン酸素引いたらどうするかな。ここでやめるか。ナンはリーチにも通ってないし、アサミの泣きがね本一に見えてるはずなんで、
でドラが統一じゃないとするならば、はい、じゃあ打点バーバーそうだこれ直撃ですよ。え1万6000うわうわリーチチュンドラさん浦さん1万6000トップ目のサルカーから直撃逆転です。